レインボー、イキゴーレインボー、イキゴーは、長崎県長崎市と佐賀県唐津市を結ぶ、昭和自動車が運行していた高速バス路線である。2012年3月31日限りで、利用客の減少を理由に廃止された。唐津からきへの九州優先のフェリー航路と連絡し、長崎市と長崎県駅市を結ぶ役割も果たしていた。そのため、 フェリーのドック入り期間中は、フェリーのダイヤに合わせて、ダイヤも変更された。長崎自動車道を経由して、長崎市の長崎駅前と唐津市の唐津、大手口バスセンター及び唐津フェリーターミナルの間を結ぶ路線で、唐津港から、駅の印通り事故へ運行される、九州優先のフェリー航路と連絡している。かつて、駅のフェリー航路は、 東松浦郡呼子町の呼子港に発着していたため本路線も呼子フェリー発着所まで運行されていたが2007年4月1日に航路変更によりフェリーの発着場所が呼子港から唐津港に変更されたのに合わせて現在の唐津フェリーターミナル発着の路線になった1日3往復の運行であったが長崎発の最終便のみフェリーとの接続がないため カラツ大手口バスセンターが終点となっていた。座席は予約定員制で便を指定した乗車券を発行するが座席は指定されない。3区パスの利用が可能であった。ありがとうございます。